全国発信までアダルティの皆さんもお手ししわしぶしゃー、ちょっと待って、パンティーが見えてい。あ、こっち。違う違う。アシュリー、アシュリー。stay here, stay here. そうそうそう、動かない、動かない。動かない、動かない。そうそう、ほら、前回よりも、はっきり見えた。皆さん、サムネ候補ですよ。多分サムネにしてると思う。ということで今回はね、この武器でラスボスに挑んで参りたいというふうに思います。まあ威力は30ということでね。まあ、誰だっけ、誰だっけじゃねえや。セミオートライフルよりも強い武器ということでね。まあこいつを使ってね、とにかくサドラをただただいじめていく回をやって参りたいというところでございますね。はい。まあ、前回ね、いろんな武器を使、ありとあらゆる武器を使ってやってみたんですけど、今回ね、ちょっとね、こいつらを使って、果たして倒すことができる。まあ、倒すことはできるんだけどね。まあ、どんな感じになるかっていうのをちょっとね、見ていきたいというふうに思いますです。はい。というわけで登ります。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、痛い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 。もういつもこう、前回、あーん、はーん。目に染みる目薬は嫌いだからっつって目閉じられちゃった。はい、オープンセサミ。いや、さあ、開いて開いて。開いて開いて。そう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 。痛くしないから、痛くしないから。痛くしない。痛かった？ごめん。あ、ちょっと目に染みる度合いが強いやつ刺しちゃったかもしんない。ごめんね。どこで？発射用意。発射！あれなんか、いつも、あれちょっと待って。なんかおかしくね？撃った時にさ、なんかもっと血しぶきじゃないけど、なんか気持ち悪い液体って出てきてなかったっけ？あんまり出てきてなかったの。おり？なんでだろう、なんでだろう、発射、あれ、発射しちゃいます。しまったな、こんなことだったらマシンピストルもう一回持ってくればよかったな。レッドナインの本来の使い方、ああじゃない気がするんだ。間違えてる気がする。さあ、今回はね、果たして18発で、こいつを倒すことができるのかって、これ結構鬼門だよね。これできなかったら終わりだからね。さあ、お目目開いてちょうだい。レシ、あ、レシレーシックできんかったぜや。やばいぜや。レーシック。うてて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 。さよなら三角、また来て四角。え、って、なんだ？え？急すぎるやろ。ちょ。あれ？あれ、爆発した今。ドラム缶がなんか、ただ単に、異空間消滅してたみたいな、畑かかしのカムイみたいな状態になったけど大丈夫かということで、もうこっから、あ、まあもうちょっとだけ遊んであげるか。ねえ、もう一方的に相手を立たすこともなく、こういじめ抜くっていうのをやろうかなと思って、さすがにそれだったらね、かわいそすぎるから、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょ、お目目開けっちゅうの。お目目開きなさいよ。目薬させないでしょうに。もう、本当に、この子は、本当に。あれ、ちょっと待って。明かりがついてないぞ、これ。痛い。明かりついてないぞ。いつ信号が変わるかわからない状態になってる。近いのよ。ずっとそばにいるのよ。そばにいたいよっていう気持ちはわかるけど、ああ、外す。うん。もう一丁、OK。構え、狙い定め、発射、オッケー。これで今4発目かな。120のダメージが与えられていると。ってことで、じゃあもうこっから遠慮せずに行きましょう。構え直して、発射準備。あれ、やっぱ爆発してなさそうな気がする。万華鏡シャリンガンで異空間に飛ばされてる。でもなぜか食らっているってことは、異空間の方でもやつが一緒に爆発しちゃってるっていう、そういうオチなのかな。ということで、おめめー、お顔爆発、雨あられ、手動発射準備 OK、 ドン OK、 よし。で、近づいてきちっと観察して、思想脳炉にお注射注入。やっぱおめめ潰しておきたいけどな。これ上がってくかな。上がってきたね。まあ、いや、もう一発、もう一回、笑顔酒。構え、発射準備往来。狙い定めて、射精。ん？ああ、そういうことか。画面がフリーズしたから、あ、終わったって思った。終わったっていうのは、その、うん。アプリが落ちちゃったって思ったけど、そうじゃなかった。よかったー。つうわけで、
じゃあもうこっからはもうちょっと遊びたいけどな。いけっかな。わお、出た出た出た。どことどこからともなく生えてくる鉄骨。ずるいよな、下半身ずるずるやん。てか下半身のさ、あのぐにゃぐにゃ加減さ、骨どこ行ったの本当に。ね、あー開いてんだな後ろ一応な。あー一応今回鉄骨生えてきてないな。ちゃんと落ちてるやつ拾って投げてんな。そろそろ飛んでこないかな。あ、飛んできた飛んできた。ほいほい。あー無理だね。よいしょ。じゃあお目目に向かって完全につなぎ目だったな。思ったより上の方に上げることができなかった。よし、発射オーライ、行くぜ。シュドン。やっぱ30にもなるとあれなんだね、一発しかかますことができないね。まああとは連射性能がね、仮に10とか15とかの威力だったとしても連射性能がしょぼいからどうしても当たらないよ。当たらない、連発はできないだろうな多分な、そんな気はする。さてさて、えってんなー、もうこいつだけは避けらんねえ、早いんだ。あ、ちょ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 、いてて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 。まあ待て待て、まあ落ち着け、まあまあまあ落ち着け、もっと遊んでやっからよ。ほらまだ踊れるだろう。血の味だっつって奮い立たせる。パケン、オッケー。んでからに、もう、そう、前回やったさ、あの、奇跡の発射撃をやりたいんだけど、できるかな？あ、無理ぽー！痛い！ちょー！で、これやばいんじゃない？これ、一撃死とか？あ、よかった。あれ、ちょっと待って、2マス分しか食らってへん。大したダメージじゃなかった。あれ？あれあれ？そんなもので、俺に効くと思っているのかね？ちょっとバックボーン。バックボーン。英語が間違ってるよ。バックバック。ふっ。いって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 、あーもうダメだね。チェンジ、発射。下半身がもうひなんかほんとお化け、おどろおどろしいお化けみたいになってんだよな。ドーンって、ほんと爆発はすれども爆風が全然ないんだよな。ふいゆーけい、あと7発か、あと7発で倒せないとね。よいしょ、ほい、どのくらいでいけっかな。うい、オッケー。あ、一応爆風来てるんだね。爆風スランプ、あられちゃん、ドキュ。あ、まだか。いやー、やっぱラスボスだけあってなかなかしぶといでこうですね。よいしょ、拾って拾って、地面に、あ、これやばい、自分食らう、自分食らう、大丈夫大丈夫そうだね。よし、振り返ってみればやつがいる。あれ、あ、しまった。しまったよー。横向いてたよー。もう一回だよー。たまにはこっちも使ってみるよー。ほい。構え直して。発射準備。ハイヒール履いてるみたいだな。あー、終わった。別れは突然訪れた。さよなら、サドラ。さよなら。さて、何これまあ無事クリアすることができましたということでね、もう一回観察しとくね、もう一回思想濃度観察しとく、もういいよね、臭そうだもんね、本当に臭そうだもんね。で、他の目玉ちゃんはないのかな、ないのかな。前回パートで足に入ってた目玉を覗いてみたら、なんかちっこい可愛らしいおめめが、おめめちゃんがついてたんですけど、他の場所はちょっと今んとこ見当たら、下半身完全にぺちゃんこだったな、見当たらないでこんすね。うん、あ、普通に拾えたし、あ、そっか、まあ武器あんま買ってないもんね。キョッケ、あとはなんか見たら面白そうなところもないよね。あんなところに、あ、アシュリーがいない。お、待っとけって言ったらアシュリーいねえぞ。よくないねえ。よくないねえ。これ、上から覗いたらさ、普通に武器長に立ってんじゃね？いない。商売が終わってから帰ってってことか。はあ。なるほどね。
まあ、ちゅうことでね、まあ、無事倒すことができましたんで、一旦この辺りでね、終了とさせていただきたいかなというふうに思います。ちょっと待って。これ打ち込んで、声する?しないね。もう完全に逃げてたな。はい。という、まあ、しょうもない検証もしつつね、この辺りでね、終了とさせていただきたいというふうに思います。明日からちょっと違うね、ゲームをやっていこうと思います。バイオシリーズには変わりないですけどね、まあ、ぜひ、何のゲームかっていうのをお楽しみいただいて、ぜひチャンネル登録、グッドボタンを押して待ってていただけたら幸いです。ということで、また明日もお会いいたしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバーイ。おります。